担当住民議員、国会対策委員長、お願いします。皆さんこんばんは。紹介を受けました共産党国会対策委員長、衆議院議員の国田圭司です。今日は東京12区ハウス、名前も新しい形で決められた事務所開き、おめでとうございます。先ほどプロジェクトの方々も含めてお話しいただいて、まさにみんなで作った事務所であります。そしてご参加いただき、その事務所開きにお祝いを込めてご参加いただいたことに、改めて私の方からも心から感謝申し上げます。ありがとうございます。私は真面目に一言だけ、行けば分かるってことで今日行ってないんですと言いますのは、京都からこちらへ来たもんで時間がなかったもんで、今日は今のところ訪問しておりませんので、行けば分かるということで行かせていただきます。でさて、私は今この事務所開きが何にこうしているかと言いますと、何と言っても沖縄における選挙に私たちはこうしている、日本の政治を大きく変える取り組みとして、沖縄における知事選挙の勝利のために私たちも力を尽くしたいと思っているところです。私は京都から先ほど来たと言いましたが、私の連れ合いは、連れ合いって平たく言えば女房ですけども池内さんを称してですね、おもろいやんかとこう言ってました。私の連れ合いは、これ今日ネクタイしてるんですけども、老血染めをしていまして、職人の片隅に位置しているもんです。職人っていうのは航空なんていうんですか、ご高級の方たくさんいらっしゃいますから、そんな片隅にいるってことをうちの連れ合いは言ってるんですけど、その職人の言葉で言うと、やっぱり花はあるやんかと、そしてやはり、将来があるよねと、期待できるよねという感じのことを言ってはるわけですよね。ですから褒め言葉なわけですね。それが体現できる人物だと思っています。でそれで私はどうやって言ったら、おもろないわとこう言ってはりました。なんでやって言ったら、喧嘩っ早いっていうことと、とにかくめげないことだけだと、それは当たり前のこっちゃと、それはおもろないと。その意味では花があり、期待があり、将来があり、そしておもろいやんかと言われることの中身があるってことを言っていたところに、私は惚れました。そういうことでみんなで頑張ろうと思っているわけです。で私は今新しい試み、日本共産党が着手していまして、我々も変わらなければならない、そう思っています。それは2015年9月16日安保法制が強行採決された、その日に野党国民連合政権を打ち出し、本当の意味で新しい政治の流れを作る、その場合に市民と野党の共同で政治を変えるという方向、その路線に着手して日半ばでありますが、わずか3年間でここまで情勢が動くとは誰も思わなかったと思うんですね。それぐらい新しい変化を作り出す、その先頭に立っていただきたいと思っています。国会はひどいところでありまして、もう皆さんご承知の通り、ああいう人が議員でおるのかということなんかを言って生産性値な話をしている人がいます。ですからその時に池内沙織さんがおったら、コテンパンにやってるだろうと思うのは誰しもそういう思いじゃないでしょう。だから帰ってこいよ、いうことで歌で締めるわけじゃありませんが、早く帰っておいでということをご記念申し上げてご挨拶といたします。ご議員、ありがとうございました。